今宵も独り言おじさんがぼやきながら釣り歩く。わら。最悪です。電気がつかない。なんですよ、これ。笑ってる場合じゃないでしょ、和骨。本当ですよね。本当ですよね。どうしよう。どうしたらいいんだよ、こういうの。一応ね、東京電力の方には電話したところ、和骨、家なのか、笑。家です。で、電話したところ、こっち側とこっち側、これとこれ。本当だ。停電だから真っ暗だ。はい、真っ暗ですよ。真っ暗ですよ。ちなみに、隣の両隣の家はついてます、電気は。ここだけで、家、うちだけです。でね、東京電力側対応できる。東電管轄じゃないから、東電直してくれないぞ。そう、直してくれないんだって。だから、検査、調査ぐらいしかできないよね。まあ、せいぜい直せるのこの辺りぐらい、ここだけらしいね、ここ。電気代未納か？違う。いや、それもちょっと心配して調べたけど、領収書あったから、ちゃんと払ってある。一応ね、今日ね、まあ仕事。見たこともないレトロなブレーカーだな。わら。嘘つき。いや、払ってるよ。で、仕事行ってる間で、なんか結構なんか、今日すげえ大荒れで、雷落ちたらしいんだよね。雷は。大家の仕事じゃないのか。だからそこどうなのかなと思って。あ、一戸建てだよ、ここ、一戸建て。で、ここはね、入りに入る、ちゃんと入るから問題ない。こっちは大丈夫。いや、それはね、それいいでしょうけど。わあ、もう最悪なんだけど。で、こっちは問題ないのよ。こっち問題あったら、これ下がったまんまになっちゃうんだけど。で、こっち側なんだよ。こっち側がダメらしくて。こっちはね、電気工事屋さんに頼まないとダメっぽいよね。これ、どうしようもないかな。これ、いくらぐらいするの？こういうのを直すと。誰か経験ある人いる？最悪やん。だからこっちの配電盤直すとなる。どうなんかな、いくらぐらいなんかなって。いや、もう蚊がすげえよ、なんだてー。蚊がすごい。とにかく蚊がやばい。さっきからずっと顔をもうフライングするなよ。蚊が 車の中、蚊の死骸だらけでも気持ち悪いよ。もう配信一応聞くけど釣れた？釣れない。バチが当たったんだよ。もう配信どころじゃねえって。しかも大雨降るし、その大雨中、ルアー引っ掛けちってさ、さっきもパンツ一丁でルアー回収してました。
もう、ズボン脱いで、パンツ一丁で、やりすぎ、わら。もう心折れた。大雨ん中。大雨ん中さ、昨日買ったばっかなんだよ、これ。昨日買ってきてさ、チャートから。ちゃんと朝にしないからだよ。いやー、今何それ。日、激安のチャートから、もうこれ引っ掛けちってさ、網に。で、目の前なんだよ。穂先で届く距離なんだよ。もう見えてんだよ。でも、網にあの玉ねぎのもう線、入水しましたよ。真っ暗ん中。一応足届くから。あ、やべえ。鎌取ってくんのせいだ。鎌取ってくんのせいだ。やべえ。鎌なくした。鎌流されちったぞ。いやー、もう最悪だわ。今日はもう何もかも最悪だわ。しかもフックぶっ壊れちったよ。もう鎌でほじったから。まあ穴は開いてないと思うんだけどな。初見て、ところて、ここは配信で初めてのところて、すか？はい。ああ。もう心折れたわ。しかも寝てねえし。いや、今日は、大潮で満月で、しかも雨がぱらついて何か起きるかなっていう期待でね、ちょっとね、夜からやってたんですけどね。そしたらもう雨が。被災者に困る銀太郎さんと聞いて。はい。雨が降り出して、雨が降り出和し骨、今日放送するって報えたので起きてました。て、マジか。そんな情報を流したっけ？ いやー、夜中からとりあえず1時ぐらいからやろうと思ってたんだけど、ルアー引っ掛けてね、大雨の中、ズスボロッン。ト好きな人に聞きました。わああ、ら。あいつか。ズボン脱いでね、汚い北浦の水の中入水して、大雨の中、一人で、ルアー回収してましたよ。あいつってなんだよ。しばくぞ。おまわりさん、この人です。はい。パンツびちょびちょだよ、今。パン、まあ、びちょびちょっていうほどじゃねえけど。ああ、ダメだ。もう無理だ。ですね、まあ、雨ぐらいなら、風はね、全然ないんでね。いいんですけどね。もうなんか、まあ、脱いで釣りしろ。ああ、わダメこわだ。こ。わこわこ、あと、蚊がすげえんだよ、蚊が。とにかく、虫。ちょっと開けたらもう車の中蚊だらけになっちゃって、もう。でさ、もうその着替える時もトランクを開けるじ家のゃん。電気はついたのかい？あ、着きました。治りました。もう、すごいもたえど、もう、すげえ汚れた。もう帰って、朝から始めたら？うん、帰って寝るよ、もう。もうダメだ、今日。ただで直してもらったの？はい。ただで、
帰って今日はおとなしくしてるわ、もう。ダメだ、もう心折れた。ダメだ、夜釣りはダメだわ。雨が半端ねえ、もう。雨プラス蚊が。この蚊、何この蚊。めちゃくちゃすごいよ。大繁殖してんだけど。忘れてたわ。あったかくなってくるとこの北浦とか霞、蚊がすごいんだよ。まあそれはまあとりあえずいいとして、とにかくルアー回収で心折れた。ルアー回収と蚊の洗礼によって俺はもう心折れたよ、もう。朝から始めるんならそこで寝ろ。やだよ、もう帰りたいよ、もう。もう寝れねえよ、こんな。ヘドロ臭いしよう、なんか。ヘドロ臭いしよう。嫌になっちゃうな。ズボンが半、パンツが半分濡れてるしよ。ケツの方濡れてんだよ。わざわざ配信やめてこっち来たのに。15秒後にリセットします。もうここ一匹釣れよ。無理だよ、もう。無理っていうか、これ雨すごいな。こんなに強くリセットなったのにな。ああ、なんかだんだん不安になってきた、もう。頑張って起きてたのに。不安になってきたんだよ。いろいろ嫌なことがあっから。これ以上続けたら本当なんか俺これなんかやばいこと起きそうなんだけど。もういいから釣り始めなよ。無理だ。くそ、来た時は落ち着いてたのにな。もう臭い。今年は厄年みたいなこと続いてるからね。本当だよ。俺ルアー入水してルアー取ってる時怖かったもん。これ滑らして深いとこ置くと俺死ぬのかなと思いながら。しかも配信してないから美味しくないしね。またあーもうやだ。せっかく起きてたのに。すいません。もうこの蚊と雨が。せっかく起きてたのに。お前いつも起きてんだろ。何があったんだ。いやもういろいろ重なって嫌になったよ、もう。いや最初はね、12時ぐらいか、夜中にちょっと最初様子見でね釣りしてたんですけどね、まあ雨も弱く、まあ落ち着いてできるかなと。で1時ぐらいから配信始めようかなって矢先にちょっとルアー引っ掛けちまいましてね。でもう竿で届く距離なんですよ、見えてるんですよ。でも取れなくて、何に引っかかったと、玉ねぎね、網に、石を網で囲ってるあの玉ねぎの先端に引っかかっちってですね、それをでね、やってたらね、なかなか取れなくて、仕方なくね、ズボン脱いでね、パンツ一丁でね、入ってね、びっちょびちょになりながらね、そんなことしてる間に、ね、大雨降ってきちゃってね、びっちょびちょなんですよ、もう。で、ズボン脱いでる時。何があったんだ？で、ズボン脱いでるときに。コントだな。ズボン脱いでるときにさ、こう、雨降ってっから、リアハッチ開けるじゃん、リアのハッチ。で、開けたまんまにしてたからさ、蚊がいっぱい入ってきちゃってさ、さっきまでずっと蚊潰してたわ。もう、車なんか蚊の死骸だらけ。
手が角臭いです。15秒後にリセットします。天井蚊の液がびっちょびちょついてる、いっぱい蚊を潰した痕跡が。あー、ここリセット。ここにも蚊がでかいよ。ここの蚊一匹一匹でけえよ、この蚊よ。気持ち悪いな。でも幸いこれまだチースタイプじゃねえな。これメスオスか。これまだ幸いチース化じゃないみたいだけど、もう最悪だよ。もうパンツも濡れちったしよ。もう靴下もびっちょびちょになったしよ。もう一応着ぐ替えに変えたけど、替え。もう今心が折れたって、今そんな状況です。初見てところて、ここは配信で初めてのところてすか、後のカッパ伝説の始まりであった。何ですかそれ。何があったんだ、どうなったの、釣りしてるの。してません、もう心が折れた状態です。あー、もう説明するのめんどくさい。もう何がどうなったか全て話してもらおうか。さっき話したやつ、もうタイムシフト見て。ブレーカーは治ったの。あー、治りました。停電の下りから。やだやだ、もうめんどくせえし。何があったんだ、めんどくせえ。とりあえずペヤングカレー味食べよう。配信めんどくさいよ。何がどうなったか全て話してもらおうか。お前聞いてただろ。天気ない、金ない、運もない。もう何もない、ないない尽くしじゃ。しかもこれ昨日買ったばっかだ。もう服ぶっ飛んじゃったよ。もうしかも後ろの服も全部これ壊れちゃったよ。これをその話はもういい。もうこれを回収するためだけに、もうイマジンブレーカーついてるの。何、イマジン、なんだっけイマジンブレーカー。あー、もう雨強いな。ブレーカーは治ったの。治ったって。しかも風邪ひいてんだからね俺。あの極めつけはもう言いたくなかったけど、風邪ひいてんすよもう。なんでバスベイトでやらなかったんだ。だって頑張って起きてたのに。頑張ってくるわ、回収してました。罰ですよ、罰。罰が下りました。なんで家の中にいないの。釣り行きたかったんだもん。お、満月で。お、クルチン N で車中泊か、大歩だな。はい、カッコつけて夜釣りするからや。夜しか釣れねえんだよ俺は。俺は夜しか釣れねえの。大してあれもないから、もう運で釣ってるから。最近夜ばっか釣れるから、夜がいいなって。しかも大潮で満月だから。海行けいいのに。ああ、大潮で満月だから、これあれだ、いいなと。多分俺海行ってた、これ海に怒ってたよ今日。あーって。切れてる、切れてない。釣り合ってたの。切れてないし。じゃ釣っとく。釣っとく。ちょ待ってよ、もう雨やだよこの雨。絶対またなんかやる。何があったんだ。なんでまた話すんだよ、もうめんどくせえな。
めんどくせえ、もうタイムシフト見てよ。何がどうなったか、すべて話してもらおうか。タイムシフト見てよ。何がどうなったか、すべて話してもらおうか。お前は最初から聞いてただろうが。タイムシフト見ろよ、もう。タイムシフトってのがあるから。頑張って起きてたのに。何回言うんだよ、もう分かったよ。俺も起きてるよ。俺も寝ないでやってるよ。寝ないで頑張ろうと思ったんですよ。俺もみん、あ、同じ穴のムジナだよ。ああ、なんか臭いな。汚いんだよ、北浦なんか今日。しかもなんか水悪いんだよな、なんか。なんか濁ってたな。臭いのは元から。この時間狙いで来たの？そう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 。だから大潮、大潮、しかも大潮で、満月で濁ってるのも元から、うん、なんか切れてる、ね、もうやむよ。でしかも雨でしょ。カッコつけて夜釣りするからや。何回言うんだ、何回言うんだ、同じこと繰り返すなお前は。心が濁ってるから。はい。20日からずっと車で生きてるの。そうだよ、もう違うよ。エコノミー症候群になるよ。そうだよ、俺運ないから。ほんとだよ。じゃあ釣っとく。今は待機。はい。今はなんだ、とにかくなんか臭い。初見ってところて、ここは配信で初めてのところてすか。もうこれもう何回やつんだよ、もういいよ、もう滑ってる滑ってる。未完の待機。ねえ、うん。濁ってる方が釣れる。いやもうなんか臭いんだけど、ターンオーバーってやつ、これターンオーバーってやつですか。臭いんだけど、なんか何がどうなったか、すべて話してもらおうか。もうお前はもう臭いんだよ。頑張って起きてたのに。何回言うんだよ、もう。しかもこれ運ないから。もうびちょびちょだよ、パーカーもびちょびちょだよ、袖。ルアー取ってたから。ほら、もうびちょびちょなんだよ、これ。袖もびちょびちょになっちゃってる。じゃ、釣っとく？なんでそうなんだよ。あー、もう。ストレス史上に不幸野郎だな。徹夜？
いっぱいいるな。いっぱいいるな。ヘロブナがちょめちょめしてるとこを撮りたかったわけです。ヘラリア充かよ、わら。はい、リア充です。リア充だ。坊主ですか？坊主です。ちょめちょめってなんです？なんでしょう。ぶっかけてんです。朝からコンクリート混ぜて限界で。はい、良いアングル。良いアングル。うちのやん。うん。暑い。うちのちゃん。うん。うちのやん。うちのやんです。帰るだ。何これ、生きてるの？生きてるの？バス業界を盛り上げるためにどんどん奉納していこう。どこ行った？あれ、どこ行った？あれ、カエルって海水余裕なのか。潜った。マジか。これはトップレアを投げるってことですかね。結構俺ボトムばっかのやつ。どこを行ったの？あれでも浮いてくんのかな。